どうす、皆さん、ネクザナイトです。今日はちょっとレビューを作りたいんですけど、また確かに何でもかんでも英語のレビューを作るけど、今日のレビューはちょっとカナダの作ったのやつはフェローコンセプツのザ・ダングラー。ダングラーはちょっと団子のやつは上からはちょっとガラガラガラの、これはちょっとファニーパックのカバンみたいけど、このストラップよりこのマジックテープに入ります。ここからは中で入れて閉めて、ここにはちゃんとあります。もうベルトなしなので、ちょっとクラウチの時は何でもかんでもちゃんと前にやる、後ろと何も邪魔しないと。今中にはただこの、ゴブリンのやつやその12発のショットガンが持ってるとか、その以外はまあ一つの特別ライター、ライトとこのシャーファイアの耳を守るのやつ、その以外にはここには逆の方はその柔らかいのマジックテープと、前後ろの方はこのバンジーのやつ入れる使いやすいのやつ、もうそれだけじゃない。その前にはちょっとソフト柔らかいのマジックテープとパッチに使える、中にもまあ、パッチは使えるけど、その以外は、なんとかマジックテープ使いやすいのやつは入れたら、もしかして、このショットガンジェルホルダーがあるけど、他の版は逆の方は、この硬いのマジックテープがあるので、それここに入れたらもっと使いやすいと思います。まあ今、とりあえずには、もしかして実際のフィールドに必要なこととか、それレンジとか、いろいろの拳銃守るのことは使えるけど、今そのままで軽いとか邪魔しないとか何でもかんでも走るでもちょっと動くけどバンバンバンでもそれはあまり問題ないですけど、それだけじゃなくてこのパッチはハランベのまあ確かにいいのことですけど、これはカヨティブラウンですけど、このブラウンとタンは違うの色けど、それは確かにしょうがない。このカバンとか何でもかんでもこれは色が正しいですけど、これは違うですね。まあタンがないからしょうがないですね。でもね、それだけじゃなくて僕の友達ライカさんでもこの同じポーチがあったけど、そのシルキーズの軍人のすごく短いのハーフパンツので、あまり金玉守らないけど、それだけをさらげにするの時に、金玉守るの時に、ここはちょっと何でもかんでも入れると。いらないでも、ちゃんと、前には打つから、バン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 すると、もしかして、ここに当たれる、金玉守る。確かによく考えたですね。まあ、便利なやつけど、他にはギアといろいろ入れると使いやすいと、この前にはまた、細いの感じでは一番いい。そのでかすぎのやつなしの方が一番いいから、これがやっぱり使いやすいですね。あと邪魔しないとちゃんとベルトのちょっと上からお腹に守るでもとさとウッズの時はまた使いやすい。ちゃんといいのやつですね。ちょっと便利けどカナダから来るので。日本だけの辞書はちょっと高いな。まあいいけど、ジョトのやつから。じゃあこのレビューはこのままですね。何か質問とかあれば、この下のコメントの場所に質問して、と答えは頑張ってもできます。まあじゃあ今日のレビューはそのままので、皆お疲れ様です。また今度ね。